い、野良犬チャンネル第2弾ということで、今回はですね、俺のロッテ時代の後輩、そしてドラゴンズ時代の後輩という、なぜか俺は後追いみたいにあのドラゴンズへ来たんだけど、ね、その後はジャイアンツ、独立リーグとね、長きにわたって投げ続けた前田幸成、はい、はい、よろしくお願いします。よろしく。どうもご無沙汰しております。本当によろしくお願いいたします。はい。いやもうもうね、巷ではもうみんな知ってるんだろうけど、前田はまあチョコというね、はい、あだ名がついて、なんでチョコだっていう、ただ単に、はい、ロッテ時代にバレンタインデーの時にチョコいっぱいもらったからっていう。はい。それ以上でも以下でもないんだよな。そうですね、もうその通りですね。あれ何個もらったの？あれはですね、一応新聞市場で1500個ということですね。はい、もうたっぷりその時の。ちなみにお前それどうしたの？ あちらこちらにこう配るというような形でこう送らせていただきました。あ、そうなの。はい、はい、自分だけではね、こうもちろん食べられるものではないので、うん、はい、まあチョコといえば、はい、まあまあロッテに入ってきたっていうのもあるんだけど、はい、それ以前に甲子園で準優勝、はい、福岡第一高校。そうですね、うん、野球のやり始めっていくつか、はい、僕はおそらく幼稚園の年長さんか1年生か、まあ本当それぐらいですね。はい。でまあ、中学を経て、はい、福岡第一高校に入って、はいはい、あれ3年の夏か。僕3年の、そうですね、春夏両方2回。春も出たの？春も出ました。はい、出していただきました。いいな、俺春出てねえんだよ。春夏も、ね、夏2回。ああ、でもやっぱ春と夏両方の方が、まあ、両方の方がいいとは。どうなの、はい、俺、いや俺実際ちゃんと聞いたことないんだけど、はい、春と夏って、はい、甲子園って全然違う。ああ、僕の場合はもうあの3年生の春と夏なので、こう2年生とかではなかったので、うん、その春の雰囲気は春で、僕はやっぱ初めて甲子園球場に足を踏み入れたっていうところでは、もう田舎の子なのでテレビで見ていた甲子園球場の凄さという感激しかないわけです。あれさ、はい、ピッチャーしか分かんないけどさ、はい、マウンドからさ見るさ、はい、こうバックネットの景色って、はい、ちょっと他の球場と違うよな。あ、僕はもう本当に、まあ すごいのはもちろんそうなんですけど、この、まあ、独特のこう囲まれた感っていうのは、やっぱり甲子園球場っていうのは、まあプロでもいろんな球場投げてますけど、うん、やっぱり違いましたね、甲子園球場は。だよな、はい、俺もさ、ほらドラゴンの時に甲子園球場であの試合やってるけど、はい、高校の時の甲子園とプロの甲子園って全然違うよね。はい、まあ、もうまるっきり別物ですね。だよな。はい、もう本当に、まあ、高校野球の甲子園は、うん、まあ、できることであれば出たい場所ですよね。で、まあちょうど金田監督の時に、はい、ドラフト2位で有藤さんの3年目の時のドラフトなんですよ。なので 10.19 の時のドラフトですから。だから、はい、そう、はい、そうです。その1年前にイラブが入ってる、ね、そうです、僕の1歳上がイラブさんなんで、うん、そうです。俺なんかさ、はい、あの金谷さんになった時に川崎劇場とかつって、なんか、あ、 CM ですね。 CM 作ったじゃん。はい、お前あれに出てたの？僕出ましたよ。ほぼお前がメインみたいな。なんかそうなんです。あれ何パターンかあったんですよね。うん、で、まあ、僕がこう、まあ、その CM の主役的な何本かの中の1本は、まあ、僕メインみたいなのもあったよな。ありました。はい。で、あれ お前覚えてる、あれ。はい。あれロッテが作ったのに、はい、あのギャラの領収書さ、はい、金田企画になってたよ。いや、そこまではそういえば知らないですね。分からないですね。あれだから金田企画を通してやってた、うん、はい、そうなんですね。そうだよ。え、有藤さんの1年目はキャンプは一軍じゃなかった？一軍キャンプです。で、最初バッテリーだけ沖縄スタートだったんですよ、1週間ぐらい。あれそうだっけ？そうなんです、はい。なので、その
後に、バッテリーキャンプが終わった後に鴨池に移動するんですけど、うん、これ僕もあの忘れもしなくてですね、1年目 の, その沖縄キャンプの時に、うん、まだ2人部屋だったんですよ、うん、2人部屋で、でまあ先輩がいらっしゃったんですけど、うん、まあ先輩の名前はさておき、だから、まあ、何もやっぱり分からないんで、右も左も分からないので、どう行動していいかあまり分からないじゃないですか、ちょっと練習早めに上がってくるとか、まあ、まだルーキーなんでみたいな、うん、で先にシャワーを浴びてたら、うん、あの今それも今でも笑い話なんですけど、今ドラゴンズの方で、用具係をやってる平沼さん、佐賀、はい、うん、平沼さんが、うん、あの当時その若手のピッチャーの教育係みたいな感じだったんですね。だから僕とかイラブさんとか多分さん、まあ、強い教育を受けたんですけども、うん、お前っつって、あのその先にお風呂にシャワーを浴びたことによってホテルの部屋にガチャンと入ってきて、ダーンって平沼さんに、うん、帽子を地面に投げつけられて、うん、すっごい勢いで奪われました。いやプロ野球ってあんまり僕そうやっていろいろとプロでしょって、だから人のことなんかあんまり干渉しないでしょみたいなイメージだったんですけど、すっごい実は教育にうるさいなというのは感じましたね。結構さ、はい、あの立てラインうるさいやついたよ、ね、いやいましたね、はい、なので怖い先輩はや、ね、いらっしゃいましたね。だその中でやっぱり愛子さんはそんなにやっぱ優しかったんで、そんな愛子さんに怒られたことないですね。いや俺お前怒った記憶がないな。ないですよね、うん、はい、っていうかさ、はい、まあまあ、あの後々で話そうとは思ってたけどさ、はい、お前覚えてる、あの金谷さんがさ、はい、お前が先発した時にさ、はい、あの「お前だ顔に行け!」って顔に行けっていうか「ぶつけろ!」って言われたのは覚えてますね。あの、はい、あそこさ、はい、ベンチの後ろ通路でよ、はい、で川崎球場、ね、あそこパイプ椅子に座るじゃん、はい、ピッチャーが、はい、あそこで俺がお前に、はい、あのぶつけてもいいけど絶対ベルトより一緒に当てろよって言った、はい、あそういう助言はあの受けたのは覚えてます。ああ、はい、なので、まあ、あの試合で、はい、じゃああの時に顔にいけーとかってベンチで言ってたのよ。ああ、それはなんとなく耳に、キャッチャーが福沢で、はい、で福沢があいつがあの、であの時審判がよ、はい、山本さんと、あ山本さん、はい、で山本さんがベンチに向かって、監督、今度言ったら退場ですよって言ったのよ。はいはいはい、そしたら、はい、監督が、やばしいわとかベンチで言って、また言ってたの。はいはい、じゃあ福沢が、はい、あいつ自分で俺に言ってたんだけど、はい、お前の方を見ながら、はい、審判に向かって、お願いですから退場してください。いや、でもそれぐらい金田監督は激しかったですね。はい、俺プロ入った時、はい、ピッチング練習で、坂木さんキャッチャー坂木さん、はい、覚えてる、はい、覚えてます、はい、坂木さんが最後ピッチング練習終わんじゃん、はい、そう、あいこあのラスト呼吸って言って右バッターの頭のところに、はい、そこへ投げる練習をするんだね、はい、バッターをもうひっくり返さなあかんみたいな感じで、はい、常にあのロッテの俺ら入った頃ピッチャーって、はい、みんなそこに投げる練習するのよ。あ、当てる練習、まあ、でも上がった、でも記憶にありますね当時。確かにそのぶつけ、まあ、ぶつけるサインっていうところであまり詳しくは覚えてないんですけど、まあ、結局、うん、まあ、行かなきゃいけないよっていうような雰囲気がやっぱりある時はやっぱりその試合で投げてる途中に気づいたりはしていたので、うん、それでこのぶつけるよねっていうそのインハイの厳しいところを練習した記憶はあります。あります。さっきサダの話が出たけどさ、はい、あの俺大栄戦でさ吉田にさ、はい、最初の打席ぶつけられて、はい、で次の打席もひっくり返されたんだよ、はい、そしたらあの時あのコーチがさ、はい、山本コーチさんだったコーチさんが激怒しちゃって、はいはい、で俺もあったんしちゃって、でキャッチャーが内田さんよ、はい、大栄の、はいはい、であの人も悪いなとかってあの言ってくれりゃよかったのに、はい、言わねえから俺も頭しちゃって、はいはい、でサダに、はい、あの内田サダだった、はい、2人目が内田サダだったのそのイニングが、はい、で1人目を抑えたら、はい、ぶつけろって言ったら分かりましたって言ったら、はい、本当に初球ぶつけたから、ね、はい、キャッチャー交際よやっぱそう言われると僕は若い頃とかはそのまあ武闘派と言いましょうか、有藤さんとかそんな感じじゃん、ね、うん、そういった形でしたね。だからちょっと、うん、
なかなか僕もその若かったんで、ぶつけろって言われて、いや、そんなぶつけろって言われてもっていうのがあるんですけど。そっか、お前1年目、はい、有藤さんの夏のミニキャンプとか経験してないんだ、はい、あ、してないですね。はい、してないです。本当に。あのよ、はい、青葉台の社会人のよ、グラウンド借りてやったんだよ。はい。で、右田さんとかさ、ああ、右田さん、はい。井出さんと